鳥海薪は、摂津福島下郡に置かれた薪。平安時代に、左右馬津笠が経営した金と六木の一つで、相川下流と淀川との間の中石地に存在し、右馬津笠に属した。927年に制定された、縁起式薪48に見えるもので、機内に所在した金と薪六箇所の一つである。当時の薪は、三牧、諸国薪。 金と巻の三種類に分けられていた。牛馬は、引き牛や乗馬用として利用され、大宮人にとって牛や馬は必要不可欠なものであった。金と巻では、諸国から更新された馬牛を飼育し、設営及び行行などの際に必要に応じて、牧馬を送っている。鳥海巻の所在地は、淀川本流に、かつて存在した馬島、本木、五級といった地名から、 前述の地域を中心にして、鳥海西部から淀川沿いに上流の坂巻近くまで、かなり広範囲にわたっていたようである。山和物語によると、鳥海巻には別行地があって、鳥海院外と名まれ、亭主の三が遊行しており、朝、緑か日ある春にあひぬれば霞ならねど、立ち上りけりという遊女の歌が掲載されている。また、淀川の港津もあり、 土佐日記には、上平五年、土佐国から、気楽途中の貴貫之一行が、那穂、川登りに名づみて、鳥海の五木というほとりに泊まる、様子が記されている。その他、永生三年には、関白、藤原頼道が、高野茂での帰路、同牧の辺に到着したことなどが知られている。十二世紀以降、鳥海牧は高地化が進み、様両領の荘園となり、 鎌倉時代には西園寺家が諸務職を干渉していたという。室町時代には同じ西園寺家流の党員家と菊帝家との間で係争があり、校舎の管轄として解決している。ありがとうございます。